皆さんご機嫌いかがでしょうか。ひろこのウィークリーゴールドへようこそ。2020年9月9日、本日は貴金属スペシャリスト池水雄一さんと一緒にお届けします。池水さん、どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。、新村画伯による似顔絵もこれ一応今週で終わり、おしまいね。今週で終わり。はい、似顔絵募集しています。さて、まず最初にお知らせがあります。いよいよ来週に迫ってまいりました、毎年恒例のゴールド&プラチナカンファレンス2020。今回はオンラインでの開催となるんですが、皆さん事前登録はもうお済みでしょうか。9月14日から25日までの期間に様々なセミナー企画を盛り込んでお届けいたします。池水雄一さんには3回ライブにご出演いただきますので、はい、ご紹介していきますね。まずオープニングセッションというのがありまして、9月14日月曜日の夜7時半から亀井浩一郎さんと一緒にオープニングセッションということで、3人でゆるゆるとオープニングライブやりでいきたいと思います。事前に皆さんからいただいたご質問にお答えするのと同時に、ライブですので、ライブで皆さんからの生の質問にも回答していきたいと思いますので、こちらぜひオープニングですので見ていただければと思います。そして9月19日土曜日の夜は、世界経済金融のこれからと貴金属マーケットというテーマで、エミン・ユルマズさんをお迎えいたしまして、マネーの未来や貴金属のこれからというところにフォーカスしてお話をさせていただきます。土曜日の7時半から、これもライブです。そして25日金曜日の夜です。プラチナフォーカスの特別番組という企画です。コロナショックと PGM の未来、世界第2位のプラチナの鉱山会社、皆さんどこかご存知ですか？インパラプラチナムという南アフリカの鉱山会社があるんですが、そこの日本代表の須崎博夫さんをお迎えいたしまして、プラチナ鉱山会社の基礎知識から、今プラチナの鉱山会社の生産状況どのようになっているのかなどを含めまして、ブルース池水と一緒に生配信でお届けしていきたいと思います。池水さん、ライブたくさんありますよ。そうですね、まあ、亀井さんとは、はい、結構実はやっぱりコロナ禍なかなか会う機会もなすく、はい、久しぶりですね、はい、で、はい、エミンさんはまたこのすごいこう大きなピクチャーっていうか、はい、世界がどうなるかぐらいのレベルの話なんで、どうなんだろう、ね、どうなるんだろうって感じですね。もうね、通貨の価値がどうなるか、そして仮想通貨とかゴールドとかいろんなことを含めてね、うん、3人でいろいろとお届けしていきたいと思います。でこの最後の須崎さんとのプラチナムフォーキャスも、これもなかなか、本当にこうプラチナの生産者の現場の話をいろいろね、はい、詳しく聞けると思うんで、この間ちょっと打ち合わせをしたんですけれども、はい、僕も須崎さんもまた久しぶりで、実は何年ぶりだろう、2、3年ぶりかな、要は銀行辞めてから一度も会ってませんからね。須崎さん、インパラジャパン自体はやっぱり、商社時代からそれから銀行時代も通じて、いろいろと関係があったんで、もちろんあの知ってたんですけれども、はい、まあ打ち合わせでもいろいろ詳しい南アの状況をね、はい、を聞けたんで、まあ、そういう話はなかなか他では聞けないんで、これもまた、はい、面白い番組になるんじゃないかなと思いますね。生産の現場の実態だけではなくて、その鉱山会社の収益というのが今どうなってるのか、実はなんか今調子いいみたいですのでね。いや、ちょうどね、これタイミング良かったです、はい、つい先週にこのインパラが、はい、前年比 400% の収益っていうニュースがバーンと出てですね、まあ、はい、おすげえなと思ったんですけども、まあ、そういったことのねインサイドの話もいろいろ聞けると思うんでね、はい、楽しみです。はい、事前申し込み受け付けていますので、ゴールドフェスタで検索していただくか、コメント欄の URL からお申し込みできますので、公式サイトにお進みいただきまして、お申し込みいただければと思います。皆様のご参加お待ちしております。というわけで、まずちょっとね、お知らせ長くなったんですが、貴金属マーケットどのようになっているのか確認していきましょう。まずは価格です。
これはニューヨークコメックスの価格は昨日の終値、8日火曜日の終値、そして比較は先週水曜日の番組オンエア時との比較、1週間比となっています。軒並み下落しているという印象で少し冴えないですね。為替相場ドル円市場でも少し円高気味ということもあって、まあ、大阪金国内の先物市場でも少し軟調な展開となっています。数字だけではなくてチャートも確認しておきましょう。はい、このような形、池水さんちょっと上値が重いかな。そうですね、今そう、まあ、材料がちょっと出尽くし感があって、うん、動きが乏しい、そんな中、はい、やっぱりどっちかっていうと今までこんだけ上昇きてしてきてこう買ってきた筋の、まあ、利食い売りが結構強いかなっていう感じで頭の大展開がついてますね、はい、かといって大きく下がるかというとなかなか売り方にしてみれば下がらないというような。そうなんですよね、まあ、うん、ゴールドでいうとやっぱり1900ドル近くになってくるともちろん長期的に買いたい人たちがたくさんいますんでね、はい、そういった人たちのいわゆるディップ買いみたいなのが入ってきてますから、なかなか下がりもしないかといって上がりもしない、うん、ちょっとここ、はい、まあ、短期間ですけれどもちょっと動きづらい状況にはありますね。はい、ということで今日のテーマです。このようになっています。ちょっと材料待ちかなということで、うん、どんな材料に注目なのか含めて今日も池水さんに伺っていきます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。この番組は豊かで均等し豊か商事の提供でお届けします。では早速池水さんに伺っていきましょう。まずはゴールドのチャートと、ゴールドを動かす一つの、まあ、要因として大きなものドルインデックスですね。比較したチャートです。うん、まあ、このところというか、まあ、今年コロナ以降やっぱりゴールドとドルがもう綺麗に反比例に動いているのがこのチャートを見るとよくわかると思うんですけれども、うん、まあ、ドルが2年半ぶりぐらいの安値になってて、今93ぐらいですね、ドルインデックスでいうと92、93の間をで、まあ、今そこを打ってそこからこうドルがちょっと戻してきてる、うん、それに対してゴールドが、まあ、上がっていってでちょっと下げてきてるっていうね、うん、そういう状況に今あります。だからこのところそうですね、数週間ぐらいはやっぱりドルの動きを見ながらの、まあ、ゴールドのトレーダーもね、動いてるのかなというのが見て取れますね。はいはい、ドルが安かったのがちょっと戻ってるということでゴールドがちょっと下がってるということなんですが、その裏側にあるのがまたユーロだったりするわけなんですが、次のスライドをちょっとご覧いただきましょう。ユーロがものすごくこう上がってきてたんですね。でユーロ上昇、はい、つまりドル安と一緒にこれまで金が上がってきたという背景があるので、ユーロがここからどうなるかっていうのも池水さん結構大きなファクターですよね。そうですね、まあ、この間ゴールドが先週下がった時のきっかけが、その ECB のですね、はい、専務理事、名前がフィリップ・レーンさんですね。フィリップ・レーン氏が、ユーロが高すぎるっていうような意味合いの発言をしたことがきっかけで、ユーロが売られ、ドルが買われ。でゴールドも売られたということがありました。ドルインデックスの構成要因のもう6割近くがユーロであるんで、まあ、ドルインデックスイコール、まあ、ユーロって乱暴な言い方すればね言ってもいいぐらいなんですね。だからやっぱり、今ドルにみんな注目してるところでこのユーロがこうどうなるかっていうのが、ゴールドのトレーダーも珍しくやっぱり今度のね ECB もありますけれども、はい、そのユーロの動きに注目してますよね。はい、10日明日ですね、明日木曜日に ECB 理事会があるということで、その前にフィリップ・レーン専務理事が先週ねユーロが高すぎる的な牽制発言を行っていることで、なお明日、総裁のラガルドさんが何を言うのかということが注目されているということなんですが、ちょっとねこの指標をご覧いただきたいんですが、これは CPI 消費者物価指数、つまり、まあ、インフレ率を測る指標としても注目されているんですが、
ユーロ圏8月、見てください、赤いところ。池上さん、マイナス 0.2% に落ち込んじゃってるんです ね。ちょっとびっくりですね。ていうか、6月、7月、要はコロナの影響が出てきてからということを考えると、どうして8月に急にこう CPI 下がったのかなっていうのは、ちょっと不思議ですけどね。不思議ですよね。CPI が下がるということは、もうインフレ期待がない、つまりもうちょっとデフレ的になるということになると、日本が長いことデフレに苦しんだ時代に、通貨高、円高に苦しんだということを考えると、これはデフレのヨーロッパは通貨高に苦しむという、そういう連想も働くということで、ユーロが買われちゃう可能性があるんですよね。はい。まあ、買われましたね。買われてましたね。そういうのね。はい。ということで、明日の ECB 理事会、インフレ率の、まあ、見通しですね、インフレ見通しは特に注目でしょうかね。そうですね、まあ、政策金利は変わらないっていう見方が強いですけれども、はい、そうですね、ラガルド総裁がそのインフレ率、まあ、この間の FRB の時も同じくね、インフレ率がその、まあ、2% 超えまで、許容するっていう話が出ましたけれども、まあ、ECB もそれをどう言うのかっていうのは注目ですよね。それによって多分ドルっていうかユーロドルが動いて、でそれに反応してゴールドが動くという意味では、木曜日、明日木曜日の夜9時半か、はい、その会見がね、はい、ちょっと注目されるところですね。はい、ちょっとゴールド関係者もかなり注目しているという、久しぶりにね ECB 理事会ということになります。今池見さんの方から FRB の話も出ました。スライドめくっていただきまして、FRB はジャクソンホール会合の時にパウエル議長がインフレ率平均で 2% 超えというのを確認するまで金利は上げないということを公表しましたと。そうですね、はい、この間9月4日の公共ラジオに彼また出てて、その時にまた改めて、景気回復には長い時間がかかって、はい、低金利政策は何年も続くと、2025年までみたいな、市場は見てるっていうようなね、あと5年そうっていうような話まで出てたんで、これだけのこう、その低金利の継続を、FRB 議長がはっきりと言うっていうこと自体がですね、はい、やっぱり、もうそのファンダメンタルとしての低金利はまだまだ続くんですね。この今出してるチャート、これ10年もののアメリカの金利ですねとゴールドの価格ですけど、やっぱりこの今 0.66% っていう、まあ、非常に歴史的にも低いレベルっていうか、歴史的最低のレベルですね、10年ものとしては、はい、というところに金利があって、でやっぱりここから上がるというような動きは見えないんでですね、そういった意味ではファンダメンタルはまあ全く変わってない、要はゴールがこれだけ上がってきた背景にある低金利というのは変わってないんでですね、まあ、そこ非常に大事かなという気がしますよね。はい、そして、これは長期債の国債の利回りとゴールドの比較なんですが、実質金利という概念があります。はい、インフレこの名目金利、先ほどの長期債のその0.66% 名目金利って言いますけど、それからそのインフレ期待率を引いたものが実質金利なんですが、今実質金利はですね、マイナス 1.02 とか、そういった要はマイナス 1%、 10年がマイナス 1% っていうレベルなんですよね。まあ、これもどうすぐには上がりそうにない状況にあって、で要はマイナス 1% っていうのは、まあ、ドル持っててもこれ毀損していく、損していく、価値が目減りしていくっていうことですから、やっぱりね、それもこれをの状況を見ても長期的にはゴールドを、まあ、上がるしかないかなと。この状況が変わらない限りは、まあ、ゴールド堅調でしょうっていうふうに読めますよね。はい、ということで、投資家の皆さんね、ゴールド今ちょっともみ合いに入っているんですが、ゴールドを弱気には見ていないということが分かるのが ETF 残高ですね。はい、まあ、若干、ちょっと減ってますけど、でもまあ大して変わってない、
やっぱり、うん、ちょっと利食いが出ても当然できてもいいところですけれども、まだまだしっかりしてる、ね、これどっちが残高ですか？この黄色い線ですね。黄色い線、はい、ゴールドの ETF の残高ですね。でこの紫の線がこれゴールド価格です。これ見ても分かるようにやっぱり黄色い線、まあもちろん上下してますけれどもすごく高いレベルにあるっていうのが高いレベル、うん、ね、保ってますよね。はい、はい、ということで、ここまで見ていただきました。じゃあシルバー今どういう関係にあるんですかっていうのを一応確認しておきましょう、うん、はい、これは金銀比価ですね。今 72.6 になってます。 72.6 対1、要は金と銀の関係は銀がシルバーが大体73分の1ですよっていうところですけども、まあもちろん一時ねその3月に125対1まで行ったんで、そこから比べると随分とシルバーを戻してる。この紫色がこれシルバーのプライスですかね、値段、まあ、このチャートの形見てもですねシルバーがすっごい急騰したのがよくわかると思うんですけど、12ドルから、ほぼほぼ30ドルまで上がりましたからね。まあ、そこから今ちょっと落ち着いてますね。一時70対1をちょっとだけ割り込むところまでこの金銀比価も進んだんですが、さすがにここまで来ると、なかなか、まあ、要はコロナ前だいたい85対1とかぐらいだったんで、それ以上にシルバーのバリューがこう戻してきてるっていうことですから、うん、まあここまで来るとまあまあいいとこまで来たかなという気がしますね、うん、ただ、はい、シルバーだけが強いっていうね、はい、うん、市場の中にはシルバー大好きな人たくさんいて、結構ね50対1、あ、50ドルまで今シルバー26ドルですけど、はい、26.5 ドルですけど、倍ですか、うん、まで行くって言ってる人もいます。というのは要はゴールドが2011年の史上最高値1925ドルを超えて2000ドルを超えて2075ドルまで最近この間つけましたけど、シルバーはそういった意味じゃ最高値まだ全然なんです。要は50ドル最高値、はい、そこを目指すって言ってる人は結構たくさんいる。なるほど、うん、だからまあまあその可能性もなきにしもあらずですよね。まあ見てても、ね、ゴールドがね今のレンジをこう上に抜けるというようなことがあったらシルバーも一緒にいくんでしょうね。そうですね、はい、はい、ということで、まあ、中長期的な見方今ねお話しいただきましたけれども、じゃあ短期でテクニカルどうなってんのかちょっと確認しておきましょう。大阪金国内の金先物価格です。まずは国内の金価格を見る上では、ドル円相場非常に重要なんですが、ご覧の通りずっと揉み合いが続いています。ただこのように上値のレジスタンス下値のサポート引いていくと、これちょうど緑の線がくっつくのって11月あたりなんですね。11月って何があるかというと大統領選挙なんですよ。だから11月の大統領選挙あたりでこの三角どっちかに抜けるかもしれないというふうにちょっと思っていたりします。では国内の金のチャートをご覧いただきましょう。まずは左上の月足チャート、少しね陰線になってきました。この9月の足が陰線になってきました。下がるとするならば最初のターゲットはボリンジャーバンドのあの緑色の太いところ1シグマのところ、ここを少し意識してみておくかなという感じです。そして週足も、1シグマの上でずっと推移してるんですが、ちょっと割りそうな、気配なので、これ中心線ミドルバンドっていうんですが、赤いラインまで下がっても何ら不思議はない。そこまで下がってもどちらにしても中期的長期的には強気継続のチャート形状になっています。では右側日足のチャートどうなっているかというと、ボリンジャーバンドはこうギューッと収束していますね、はい、このようにギューッとなっていくとバンドブレイクしたときに、バンドウォークしたときに、かなり大きな相場がやってくるということで、今は、時間調整、日柄調整をやっているところなのかなという印象です。フィボナッチリトレースメントの 23.6% のところをサポートしているので、比較的ね、強い相場を維持している状態なんですが、気になるのは下、オシレーター系の指標の RCI なんですけれども、中期線、長期線が上に張り付いていれば、なんだ不安がないんですが、この黄色いラインと
緑色のラインが下向きになってきているので、ひょっとするとこれ中長期少し弱気になって、月足レベルでの1シグマまでの下落、週足レベルでのミドルバンドまでの下落、あるいは日足でいってフィボナッチリトレースメントの382までの下落があっても不思議はないということで、もしかしたら、そこまで下がっても、おかしくないよというようなポジションの調整をしながら、まあ、リスクマネジメントしていただければなというふうに思います。そこまで下がっても、長い足ではまだ強気相場継続ということですので、今すぐに買うんではなくて安いところ引きつけたいかなというような印象のチャートになっています。ではコメックスの、先物市場の投機家のポジション、池水さんに解説いただきましょう。これもね、最近落ち着いてるんですよね。あんまり上下がなくて、まあロングしてる人は先物ではこう結構安定してるというか、投げっていうのは全く出てませんね。はい。だからまあやっぱり強気の人は多いんじゃないでしょうかね。強気の人は上がることを見込んでポジションロングで継続してるってことですかね。はい。ということで、いろいろ申し上げましたが、投資における最終判断、皆さんご自身で慎重に行ってください。そしてこのひろこのウィークリーゴールド、皆さんぜひね、いいねいただけるか、チャンネル登録まだしてないという方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして来週からのゴールド&プラチナカンファレンス2020もぜひね、ご参加いただければと思います。では池水さん、今日もいろいろと貴重な話どうもありがとうございました。はい、また次回お会いいたしましょう。またご覧いただきありがとうございました。はい、この番組は豊かで均等し豊か商事の提供でお届けしました。